まだ早いし、どこかへ行く？黒みを一瞬で見破るとは。一人増えたからってなんじゃ。いろんな場所に飲んだり食べたりしに診察しに行く名医であるわしは、泉州の各地にどんなうまいものや楽しい場所があるのかを熟知しておる。わしを案内役として雇えば絶対に損はさせぬぞ。道中では一銭もいらぬ。ただ何かを食べるときにわしを忘れずに連れて行ってくれればそれでよい。もし途中で腹の調子が悪くなったり打撲傷を負ったりしても、わしのような腕利きの医者がいればすぐに見てやれるぞ。こんないいことは他にないじゃろう。無論じゃ。早く早くせい。遅くなって全部売り切れたらどうする。聞いてみようかな。はあ、まったく。この店は
一体何がネームバリューで、一体何が経済効果となるのかを理解していません。美食のことなら僕に聞いて正解ですよ。なぜなら僕は超有名な食探で大小様々な飲食店を訪れているからです。でも残念なことに、この店の主は僕のことをただ飯ぐらいだと言って食事をさせてくれなくて、ふん、後で後悔すればいいんです。それなら僕を信じてください。玉緑串もしくはレンコン餅なら間違いないでしょう。この旅行案内更新されてないみたいだな。屋台にどんな美味しいものがあるのかを聞きたいのかい？それなら僕に聞いて正解だ。君と同じように来たばかりだが、ここの美食は一通り食べたよ。金人口にある食べ物は聞いたことのないものばかりでね。初めて食べた時は正直怖かったよ。バクマキを食べてみるといい。見た目はロールケーキに似てるんだが、屋台の店主曰く材料に夢バクを使用してるらしい。夢バクって一体どんな生き物なんだ？当時は頭が真っ白になったよ。ためらい、歯を食いしばり、しっかりと地面を踏みしめ、思い切って食べてから気がついたんだ。バクマキは穀物を使ったデザートだってね。危うく店主に騙されるところだったよ。だが味は思いのほか独特だったな。食感はサクッとしているのに、口に入れるとすぐに溶ける。飲み込むと昔食べた美食に関する思い出が蘇ってくるんだ。ということは本当に夢爆が使われているんだろうか。記憶のままの味ですね。美味しいものがないか聞きたいんですか？金人口なら目をつぶって適当にお店を選んで入っても美味しい料理にありつけますよ。私は召喚と申します。ここが地元なんですが、長い間離れていまして、外にいた時は郷愁の念で眠れないくらいここの味のことばかりを考えていましたよ。君は穏健派でしょうか、それとも過激派ですか？過激なものが欲しいならソーダ闘獣を試してみてください。闘獣はその酸っぱさを味わうものです。酸っぱさの中に変な味があるんです。勢いよくごくごくと飲んで、それをお腹の中で自由に暴れさせるんです。あの味わいは実に素晴らしいものですよ。食事選びは主に任せた。あまりわしを待たすでないぞ。おや、そこにいるのは種族の民の観光客さんだね。金人口は好きかい？それならしっかりとおもてなしをしなくちゃね。ねえお客さん、ちょっと口うるさいかもしれないけど許してちょうだいね。あんたも外の世界から来たんでしょ？スターピースカンパニーのことを知ってる？評判はどう？そうだね、順敵と信用ポイントの交換もすごく簡単だし、
あんたを立ちっぱなしにさせてしまった。お品書きを見て食べたいものを選んでちょうだい。おばちゃんのおごりだよ。はいはい、わかったよ。龍女様じゃないの。どうぞ、もう一人分用意するよ。遠慮しないでちょうだいな。おばちゃん、礼を言うぞ。わしが出かけておるのは薬を煎じる亀を買うためじゃ。この先にある青岩祭で買うぞ。ついてこい。おや、不当で何か起きてるのか？カンパニーの人と不当の労働者が揉め始めたみたい。ちゃんと話し合いだよ。喧嘩はダメだってば。どうじゃ？先に不当に行ってみるというのは。怪我人が出たらどうするんじゃ。早く行くぞ。おい小娘、どこから出てきた。お前には関係ないだろ。私は運気軍の人間だもの。不当で揉め事が起きてるのに見て見ぬふりなんてできるわけないでしょ。それに私はオイでも小娘でもなくて師匠だよ。お嬢さん、今回の件の処理は私たち金人交渉会にお任せください。あんたたちは紹介の人なの？お前たちが処理するだろう。笑わせるな。ここで野じ馬している誰もが金人交渉会の管理がずさんで経営に関しても無能だと知っている。
今この不当の賃料が支払えていないのは誰のせいだと思ってるんだ。そう、お前たち金人交渉会のせいだろ。それは否定しません。ならもっと大声で言ったらどうだ。金人交渉会はここの店舗に謝罪しなければならない。不当の管理でしくじってしまった。紹介の人間は全員役立たずだってな。それから賃料を滞納した日数分だけ土下座し、カンパニーからやってきたいわば代表者である私に謝罪するんだ。その態度はあんまりだよ。賃料の滞納についてはよく話し合えばいいでしょ。私だっていじめをしているわけじゃない。これは親切なアドバイスだ。質問しよう。カンパニーは賃料を回収できると思うか。今はできません。カンパニーは金人口が栄えることを望み、不当の経営権をお前たち商会に貸してやっているのに、今はどうなっている。こんなに立派な不当が全部無駄になっているだろう。商会が絶対に支払えないだなんて誰が言ったの。もし支払えたら。考えられない。それなら賭けをするって今どうだ。もし商会が賃料を支払うことができたら、私は金人口のやつらの前で頭を下げて謝罪をして、私は目が節穴の間抜けです、身の程知らずで犬のように吠え立てることしかできませんと叫んで、お前の前で犬の鳴き真似をしてやろう。いいよ。もし私が賭けに負けたらどうすればいい。簡単だ。お前も同じよう公衆の面前で私に頭を下げて謝罪し、犬の鳴き真似をすればいい。そうじゃそうじゃ。これで決まりだね。お前らも聞こえていただろう。実に楽しみだ。行くぞ。何の得もありません。私たちはあなたを巻き込んでしまった。大丈夫大丈夫。さっきのやつの威張り具合を見てすごく気分が悪くなったから何かしなきゃ気が済まなかったの。見て見ぬふりなんてできないよ。お嬢さんの行為はわかるんですけど、
冷静に考えたら負けると運気軍の顔に泥を塗ることになるね。でももしさっきのでかい態度をしてたやつがみっともなく犬の鳴き真似をすることになったら絶対に面白いと思うな。私は明希と申します。金人交渉会の秘書で普段は皆さんに秘書さんと呼ばれています。これはもともとは商会とカンパニーの争いです。これ以上皆さんを巻き添えにするわけにはいきません。そうそう、巻き添えにするわけにはいきませんなんてことはないってば。私はもう巻き込まれてるからね。それで不当は本当に金を払えぬのか。秘書さん、正直に言ってしまおう。今金人口不当の経営状況はあまり芳しくありません。すぐに賃料を支払うことはできません。はい、不当を借りるだけでも商会はカンパニーに対して支払いをできない状態です。食事関連の商売はいいのですが、他の商売、それから不当の運営は逆にやりくりができない状態になっています。改善できたらお金を稼げるようになる。そうしたら支払いができるようになるってことだよね。新たな財源を開拓し支出を減らすことができれば不当の売り上げを増やせます。ですが今財源を開拓するには困難が重なっています。金人口にある多くの店舗が不当との協力を拒否しているんです。じゃあ支出を減らすには具体的にはどうすればいいの。つまり運営に必要な費用を下げればいいのです。ご覧の通り不当は全て解放されているわけではないのですが、労働者は おい人員削減なんて考えるなよ。秘書さんだって方法を考えています。それと私が見る限りでは発注発送の効率が少し悪い気がします。そこを工夫すれば必要な費用を節約できると思います。あなたにそんなことができるとは。ぜひお願いします。商会の会長ですら打つ手なしなのにこんな短命種のガキに何ができるんだ。はあ、無駄なあがきでしかないだろ。
これで輸送に関する経費をかなり削減できたはずです。でもこれってあまり安全じゃないよね。お嬢さんが心配するのも確かです。安全確認の仕事は私たちにお任せください。確かにやり手だな。でも俺に言わせればただ荷を積む効率を上げても意味がない。各運輸が配達しない限り俺たちも待つことしかできないだろう。そうですね。皆さんお時間がありましたら私と一緒に金人港の各運輸に行っていただけませんか。でも頭を使うことに関しては私は絶対に役に立てないと思う。だから、さんじゃないか。他の人たちは。私は運気軍の師匠。こっちの頭に角が生えてる方は紹介するまでもないよね。そしてこちらは。みんなよろしくな、師匠さん。お前たちは不当でカンパニーのやつと賭けをして金を支払えなかったら目の前で犬の鳴き真似をするって聞いたぜ。もうその話が伝わっているんですね。カンパニーのやつらは若いせいか聞き分けがない。秘書さん、なんでお前まで賭けに加わったんだ。支払えたら犬の鳴き真似をするのは向こうなんだから。不当の労働者たちから荷を積む効率を上げても無駄だと聞いたので物流側でどうにかならないかと思ったんです。不
道の労働者たちに聞けば絶対に彼らの責任じゃないと言うだろう。俺に言わせれば俺たちにも責任はない。それなら誰の責任なの？またカンパニーのせいにするとか？カンパニーは金人口を引き継ぎ管理すると声高らかに店舗補助を出すと約束した。俺は店舗が不当の物流を利用しないようにこっそり奴らが手を回してるんじゃないかと疑ってるんだ。全部今まで彼らの企みに気づかなかった私たちのせいです。賃料を支払えないことは問題ですが、それよりも信用を失うことの方が一大事です。紹介が店舗の信用を失ったら有名無実になってしまいます。もしそうなればカンパニーの金人口での競争相手がいなくなります。カンパニーはここに大型の物流中継倉庫を建設しようとしている。そうなれば屋台や店舗は全部ここから出ていく羽目になるだろう。つまり金人口がなくなるのか？そうだ、金人口という場所は変わらず存在するかもしれないが、みんなの思い出の中にあるそこにあった味、観光客、それから繁栄したここの光景とは変わってしまうだろう。まあまあ目先のことについて話そうよ。私たちはどうすればいい？物流の面から言えば、合理的な物流路線を計画できれば必要な費用を効率的に下げることができます。エンフーさん、こちらの方に任せてみてはどうでしょう。彼女はやり手なので参考になるかもしれません。
お前の考えに従えば、物流で多くの必要経費を削減できるはずだ。教えてくれる？もともと金人口は長楽天で最も賑やかな夜市でした。昔この横丁は美食と商業で有名で、主人のために荷物を受け取る金人であふれていました。その賑やかさも今は過去となっています。民間用の金人は制限され、新たな商業中心地も台頭し始めました。金人口は緩やかな下り坂にあります。ここの状況が日増しに悪くなっていることを誰もが知っているのに、それが深刻な問題だとは思っていません。ラフが停泊して休養するようになってから、カンパニーとの貿易はどんどん頻繁になりました。そして商会は真の脅威に直面しました。カンパニーが金人口開発に入札をすると宣言したんです。彼らの約束は実際に手が届くものですし、戦略性にも富んでいます。緩やかな下り坂は突然崩れ、もう見て見ぬふりができる人はいなくなりました。商会と金人口自体が危険な状態になったんです。金人口商業区の経営契約は間もなく期限が切れます。カンパニーの地域責任者がこれに狙いをつけ根回しを始めました。不当の危機もその一部です。同時にこの地区の様々な店舗も身の振り方を決めあぐねています。ある人はカンパニーが寝床の傍らの虎でよからぬ企みを抱いていると考えています。そしてカンパニーが約束した高額な利益を天気だとみなす人も。不安はますます募っています。今では誰もが金人口がなくなるのではないかと心配しています。商会は絶対に何かをしなければなりません。
地元の店舗のために少しでも利益を得る必要があります。なので私は商会を代表して正式に皆さんに商業顧問として金人口を救う計画に加わっていただけないかと思っています。本当にありがとうございます。まずはご友人と相談してみるのはいかがでしょう。わしはただ金人口にうまいものを食べに来ただけじゃったのに、こんなたくさんのことに巻き込まれるとは思わんかった。じゃが主が手を貸すのなら金人口は消えずに済むかもしれん。主はうなずいてくれると知っておったぞ。やはり主は一番信頼できる友じゃ。おい、私はもちろんあんたが手助けすることを望んでるよ。謝罪しても問題ないけど、私は本気で金人口の人たちの手助けをしたいの。私の故郷である泉州妖精はカンパニーと密接なつながりがあるんだ。最初カンパニーは貿易に投資してるだけだったけど、時間が経つにつれて事情が変わっていったの。次第に妖精の若者たちはカンパニーの娯楽部門が作った元気やおもちゃを好み始めた。体にぴったり合うおしゃれなカンパニーの服を着て、もはや先週人なのかカンパニーの社員なのかも見分けがつかなくなっていったの。それに結構な数の人が成人式を終えたらカンパニーの世界に行ってお金を稼ぐことを渇望してる。同店の中の建物も全部変わってしまった。私が小さい頃に見た綺麗な飛燕はどんどん少なくなっていったし、釉薬瓦と即成レンガも消えていった。表面が滑らかな記念碑みたいなカンパニーの建物が立ち並ぶようになったの。500歳くらい生きてる妖精の人、例えば私のお母さんはここは変わったって言ってる。でもその変化が美しい未来へと向かうものなのか、それとも短命種に左右されるだけの下り坂に向かっているのか、母さんたちにも判断できなくて、ただただ不安を募らせてる。メイキがカンパニーのやつと対峙してるのを見たとき、私も同じような不安を感じたの。相手の数倍は生きているのに、彼らを目の前にすると呆然としてしまって、どうすればいいのかわからなくなる。もし相手が武芸が達者な悪人なら、逆に身を挺して戦える。でも、金人口のことは武術じゃ解決できないから、私の力の使いどころもない。私は金人口商会を助けてあげたい。彼らが金人口を守るのを手伝いたいの。お願い。
レンエンさん、金人交付等が助かるよう手を貸してくれる方を見つけたと会長に伝えてもらえませんか。いいえ、それどころか彼女たちなら金人交を復興させることができると思っています。ちょっと待ってね、会長の見解を聞いてくるわ。会長は秘書さんの判断を信じているけど、やっぱり試験をしたいって。チンキアを物流計画の中に組み込んでみて。会長はあなたの能力を認めたわ。金人交渉会の一部の管理権限をあなたに与えることに同意してくれたの。これから金人交渉会として正式に依頼させて、商会が危機から脱せられるように金人交復興の手助けをしてください。お願いします。ありがとうございます。もし時間があるときは埠頭に来て私を探してください。私のところに来てくだされば、埠頭の労働者の貨物整理に協力したり、架空運輸の物流計画を手伝うことができます。普段私は金人交の各種情報の収集も行っています。その中には店舗の情報や様々な噂も含まれています。様々な事件を解決することも復興の助けとなるでしょう。もし急を要することがあれば私も手伝うよ。はい、大丈夫。もし時間があるときは埠頭に来て私を探してください。私のところに来てくだされば、
私は金人口の各種情報の収集も行っています。困ったことがあった時は遠慮なく私のところに来てください。今一番大事なことは支払い日の前までに目標額を集めることです。じゃあ私はもう行きますね。いつでも不当に来てください。で起きたことは私にも関係がある。もし何か面倒ごとに遭遇したらいつでも私を呼んで。それからやっぱり聞きたいんだけど、不当は無事に支払いできるよね？そうなんだ。でも手助けしてくれるだけで私は十分に感激してるよ。私はまだ運気軍の任務があるからもう行くね。時間があるときは金人口に行って手伝うよ。会長のことを聞きたいのね。でも今は不当の業務に専念することをお勧めするわ。会長は常に皆さんの歩みに関心を寄せているから心配しなくても大丈夫よ。主、不当の経営のためにいいように使われてはならんぞ。うっかりここに長く居すぎてしまったの。無駄な心配をかけぬよう、わしは先に探偵室に戻って様子を見てくるぞ。主はしっかり頑張るようにな。仕事の処理を始めましょう。Thank you.
港の復興計画はまだ終わっていません。引き続き一緒に頑張りましょう。カンパニーが何をしようと。
焦らずにゆっくり選んで、絶対食べたいものが見つかるよ。まだ早いし、どこかへ行く。星を牽引する怒りなら、深淵の巨漢も何のその。
士の話、かっこいい。曲げ木は直にせむとも果てまで曲がりぬる。大言やたわごとより誠を見つくるはがたし。雲上のご騎士の話、かっこいい。雲上のご騎士の話、かっこいい。皆さんにモノマネをお見せしよう。就寝中の将軍様。
金人口の復興計画はまだ終わっていません。引き続き広報勤務の同僚から、あなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。